楽天証券経済研究所グローバルマクロアドバイザーの田中泰介です。中泰介のマネーは語る。ドル円相場が久々に115円台をつけました。2022年にかけてはドル円相場の水準は115円から120円へシフトするというふうに見ています。世界のマクロ環境次第ではそれがまた125円にも向かう、まあ。こんな展開も考えられます。 この中で、米株をはじめとする海外投資をしている皆さんにとって、円相場が非常に重要になってくるんですけれども、単に為替差益を得るというような意味合いばかりではなくて、実は株価、金利、為替、特にドルと円ですね、これが2022年、あるいは23年の正気をつかむためにも、あるいはリスクを回避するためにも、 その相互チェックが重要な意味を持つと、こういう場面になります。ですから、いろんなマーケットに目配せしていけるように、私も多方面にわたってご案内するとしそんなことになるんではないかなというふうに考えています。テーマは、演奏場が語る2022年、120の世界、125の画界ということです。 なお、この動画は楽天証券の投資情報メディア、投資にニって展開をしております。気に入ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お話しすることですけれども、一番目。まず、2022年、1ドル115から120円にシフトするであろうという、その背景についてお話をいたします。そして、二番目。その、 120円を超えて、さらに125円、あるいはそれ以上かもしれませんけれども、そういう水準に行く場合というのは、どういう条件がそろっているんだろうか、これをグローバルマクロの観点でお話をいたします。そして3番目、この展開、日本の投資家から見ますと、世界投資が非常に華々しく見えるという場面なんですね。 その勘どころですね、正機のつかみ方、あるいはリスクの回避の仕方についてのイメージをお話をします。まず、1ドル115から120円へシフトするこの道筋についてなんですけれども、実はドル円相場、もう完全にアメリカ金利相場に移行しています。そののこことととは今年の1、3月からパラパララ見てきたことなんですけれども この図の中では、ここですね。1、3月と言いますと、アメリカでワクチン接種が進んだ。それから新たに誕生したバイデン政権が非常に大規模な経済対策を打ち出した。これによって、景気回復がものすごく勢いで進むんじゃないか。そしたら、FRB は金融緩和解除に向かうんじゃないか。それに何よりもその財政政策によって、 巨額の国債が発行されるんではないか、まあ、こんな思惑が出たときに、アメリカの長期金利が上昇したと、要は特にプロの債券投資家が、非常にこの低金利で債券を購入していたわけですけれども、これが金利上昇、つまり値下がりするということで、パニック的な売りになったんですね。で、これにドル円相場が連動したという展開になっています。 この時、金利が上昇したことで、実はアメリカの株式が急落してるんですね。株が急落すると、リスクオフで円高ではないかというこの力と、それから金利が上がるんだったらドル買い円売りではないかと。この2つの側面があるわけです。じゃあ、なんでここで金利に合わせて、ドルがこれほど上昇したのかと言いますと、実はその前ですね、2020年から、 ずっとほぼ一貫して、ドル安円高が続いていた、私はこの間、ずっとドル安円高見通しを出してたんですけれども、2020年の年末頃には、非常に参加している人、ほぼすべてが円高見通しになっている、逆に言いますと、マーケットに大きなドル売りポジション、ドルショート、円ロング、円の買い持ちですね、これが溜まっているという状況になってたんです。 マーケットはなんらかのショックに見舞われたときに、一時反応は、こういう持っているポジション、リスクを減らすという動きから出るんですけれども、金利が上がって、これってドル買いか、あるいは株が下がって、これってドル売りかっていうときに、リスクを持っていたのは、金利上昇でドル買いという方向だったんですね。ですから、みんな、あそのドル売りポジションの買い戻しに動いた。 まあこれによって105円台まで上がり、その後は、ああ、これだったら金利が上がるときにはドル買いなんだっていう、いわゆるリフレートレード、これが当期の間で一、えー、大テーマになって、一気に持ち上げていくという展開になったわけです。当時、申し上げたのは、この長期金利上昇は債券投資のパニック的な売り逃げによるもので、えー、1、2ヶ月もすればほとぶりが冷めていくそのときにはドル円もほとぶりが冷めていくる、まあ、これが第一点。 だからもう一つは、長期金利が上がって、ドル円が上がっているように見えるけれども、実際に為替相場を動かす力は、長期金利に基づくマネーよりも、実はより短い期間の金利に絡むマネーの動きなんだということなんですね。この後の展開を見ると、ドル円相場、もたもたはしてるんですけれども、長期金利が下がるほどには下がってこない。なんでかっていうと、この2年金利とか、 5年金利とかより短い金利がこう上がりかかってくると、やっぱりドル円が上を突っかけようとするという展開になっています。そして最近のドル円の上昇ですけれども、このグレーの線、10年金利を見ると、もう2月3月の数字にも届いてないわけです。だけれども、ドル円ははるかに上に行っている。その時に5年金利、2年金利を見ると、やはり2月3月よりも高いところに来ている。徐々にこういう 中期、半期の金利の方に軸出しが移っているということがわかります。現時点で2022年の後半には1回から2回の利上げをマーケットは織り込んでいます。これが1回ではなくてやっぱり2回なんだ。2回以上3回だってあるんじゃないか。まあ、こんなふうな話になっている。23年についても3回から4回という織り込み方をしているけれども、これがいや4回だと。さらに5回だと。 こんなふうな話になってくると、2年もの、5年もの金利が上がってきます。特に、まず、今、現状で敏感なのは5年もの金利ですから、当面は大体5年もの金利見合いでドル円相場が動いている。実際に利上げが始まると、より短い期間で2年もの金利あたりがドル円を最もよく説明ができる。こんな流れになるのではないかと思います。どちらにしても、金利が上がっていくという流れについては、 ほぼマーケットのコンセンサスでもあるし、実際に確からしいシナリオではあるんですね。ですから、これとのバランスで考えますと、115円から120円の方向を突っかけていくという展開が起こりやすいというふうに考えている次第です。この見通しの大きな背景については、これまで何度もご説明をしてきましたけれども、繰り返し最近の状況も含めてお話をしますと、通常、 ドル円相場というのは、アメリカの景気サイクルに対してかなり遅れて動くというのが過去のパターンでした。この図で青い線。これがアメリカの景気サイクルで、軟化、下降、回復、加速、成熟とたどっていきます。その中で株式ですけれども、景気よりも先行性があると言われます。景気が下がっている最中に、金融緩和を受けて、金融相場が始まる。ですから、この景気下降期。 不強化の株高から始まって、景気回復が続いている間も、金融緩和で上昇し続ける場面があると。これが利上げですね。いよいよ景気回復も進んで、金融緩和解除、利上げだっていうところで、一旦金融相場は終わるんですけれども、その後は景気が上向いていく中で、業績相場に移っていく。そして、金利がどんどん上がっていくと、やがて景気のピークの前に、その金利上昇を嫌って株価は反落すると。 まあこういうふうに景気サイクルに対して株式市場は先行して動くんだということがよく言われます。これに対して政策金利ですけれども、これは政策当局が景気を見て、ああ、もうダメだという状況を確認してから利下げに動きますし、それから景気回復が進んでもインフレの目が出てきてこのまま緩和続けるのはまずいんじゃないか。まあ、そこまで来て利上げになるんですね。ですから、 政策金利は通常、景気サイクルに対して半年1年遅れるというのが一般的な姿です。過去においては、実はドル円相場は、この政策金利よりもまたさらに遅れて動くという、こういうふうなサイクルの巡り合わせになっていました。ですから、ここに白抜きしていますように、ドル円相場、景気が軟化し始めて、過去期ずっとドル安が続く、そして景気回復が進んでも、 金融緩和が続いている間はドル安が続く、そして利上げが始まっても、この利上げを嫌って株が売られている、そして債券も売られているという場面で、さらにドルが売られることが多かった、まあ、こういうことで、景気回復期いっぱいぐらいドル安っていうのが一般的な姿だったんです。まあ、昨年来、私はアメリカ経済、相対的に良くなってきても、基本はドル安の圧力が潜在的に効きますと。 いうことを言ってきましたところが、今回、コロナ禍で経済がこの青い線、なだらかなサイクルとは違って、この赤い点線のように、ストーンと落ちて、スパッと戻ったに見えて、実は需要が足りないと言って、まただれて、二番底になった後ワクチンと経済対策で急速に上向くっていう、こういう上下動の激しい展開が集約的に現れている。この中で 過去に見られた展開とは違う巡り合わせが起こっているということを申し上げてきました。でその中で特徴的だったのは、景気が悪化している最中に株が金融相場で上がり始めると、長期金利が上がりかかるんですねで。この時に株が高い、長期金利が上がったといって、ドル円も売りポジションの巻き戻しが起こりがちなのがこの A 点です。でも、やっぱり金融緩和が続いているからといって、ドル安が続く。でその後、 いよいよ利上げが近いぞと言って株は金融相場でまだ高い。でも利上げが近いと言ってまた金利が長い方から上がり始めるというこの B の点でもドル円が巻き戻されて上昇しやすいというこういう特徴がありました。そしてさらに景気が良くなってから本格的なドル高サイクルが始まると。こういう流れだったんですけれども今回はこの赤い点線のような 集約された上下度の展開の中で、長期金利が急激に上がるというこの A 点のような展開、ここが今年の2月、3月にあった、それからその後もテーパリングの開始とか、あるいは2022年に利上げが前倒しされるのではないかという思惑の中で、B のような展開も7月、起こったと。 でさらに言いますと、もう景気は一気に需要不足から需要過多の水準まで年内に到達するという、この流れの中で、この景気加速局面によるドル高というのも起こりかかっている、要は、A、B、それから加速局面のドル高が重複して、重なって進行するような状況に至っているということなんですね。 ここでのポイントとして申し上げたいのは、こうなってくるとドル円相場で見ると、円から見ると金利が上がるドルは高くなるという展開にはなります。ただその一方で、まだまだ金融緩和の下地が残っている。そして景気も回復しているということで、この資金がリスク投資に回りやすくなってくると、実は ドルが国際市場に氷回りを求めて出てきてドル指数全体,、まあ、ドル全体としてはいろんな通貨に対するドルレートを総合してみるとドル安になりやすいという下地もまだ残っているんですここが2022年23年のポイントになりますこれはですね私が120円から125円に向かっていく世界としてイメージしているんですけれども グローバルリスクオン、いよいよ経済は先進国から新興国に至るまで、正常化への道筋が見えてくるという場合なんですけれども、これの前提としては、今、アメリカで起こっている高インフレが過渡的、一時的であるという兆候が、2022年の半ばぐらいには出てくるというふうにまず思っています。そうなるととインフレほどほどど なるとそこを警戒していた利上げ前倒し見通しも緩みます FRB 自身もそんなに急いで利上げはしないくても良いマーケットを混乱させないためにメジャードなペースでつまり測ったように整然と利上げをしていく見通しをマーケットに織り込ませていくまあ、こういうふうになりますと株価は利上げに動揺しにくくなります株高によってリスクを取ろうという意欲もまだまだ維持される そしてその中でリスクマネーがアメリカ株のみならずで世界を物色するようになっている、金利も上がってくる環境になりますと、金利物も狙い目になってくる。ということで、世界にお金が出ていくと、ドルが軟化する、ドル指数が下落するという展開になるんですね。もし、ここでユーロが堅調であれば、二大通貨の一方がしっかり目で持ち直しているという話になりますと、ドル安感が強化されます。 ドル安、ユーロ高の展開になるときは、通常ドル建てで取引をなされている資源と商品が上昇します。そしてこの商品を輸出している新興国なんかも強くなっていきます。これによって新興国もいよいよ投資対象として狙い目かという話になっていく。そしてその時には日本もアイドルで円安になってますけれども、そのドルよりも 新興国や資源国が強いという話になりますから、そちらに向かって、えー、お金が出ていきやすくなることで、さらに円安に弾みがつきうると、まあ、円どっぽ安に近い展開になるということで、えー、これが125、あるいはそれ以上ということの、オランダタヌキの火山用のよむそういう見通しになっているわけです。これは決して気を照らったシナリオではなくて、 4年、5年、6年、7年あたりに起こった現象なんですね。まあ、この囲みを入れているところです。これは2000年代に入ってアメリカが IT バブルが破裂した、同時多発テロがあった、そしてこの苦難に負けまいと、当時としてはかなり頑張った金融緩和をしたと。この金融緩和の力によって赤い線、ドル指数が下がっていく。で、2004年の半ばから利上げが始まって、一時的にドル上がろうとするんですけれども、 やっぱりドル安が続いていくという展開になりました。この中で、まずユーロが巡り合わせとして99年に発足した後、2年ほどヨーロッパから国際分散投資の観点でお金が外に出ていたので、ユーロ安くなるんですけれども、2002年頃から見直し外に入っていくと。で、このユーロが上がっていくということが、ドル安を促すという、こういうことにもなっているんですね。 そして、新興国を見ると、当時、ブリックスブームというものがありまして、新興国が変われていくんですけれども、代表格の一つ、南アフリカ。これ、どん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 強くなっていったんですけれども、利上げのあたりでやっぱりぐらつきます。海外債務が大きいので、えー、ここでぐらついて、ちょっと伸び悩んでくるんですが、リスクマネーはこれに飽き足らずに、新たな投資先として、例えば緑色、ブラジルを選ぶと。 いうことで、こちらの方にどんどんシフトしていきました。あるいは、当時、王国資源国の部類だという扱いをまだ受けていたゴードルが先進国の仲間入りをするかのような場面で、見ての通り、ほぼユーロと並んで上がっていく。こんな展開になりました。実は、円なんですけれども、このピンク色ですけれども、アメリカで金利が上がっていくということで、ドル買い。 そして最も金利が上がらない通貨としての円売りという、円キャリートレードというのが活発化するんですが、ドル円のみならずで、新興国、資源国への投資ブームというのは、日本でも大変な勢いになりました。まあ、これによって見ての通り、円安になっていくという展開で、安くなるドルよりも円がさらに安くなるという、こういう展開だったんですね。で、まあ、ですからある場面で グローバルリスクオンになる点というのは、この2004年、5年、6年が7年のようなイメージなだったが、当時に比べると、新興国がかなり条件面で脆弱です、まだまだワクチンの普及が足りない、それから経済もダメージを受けた国が多い、まあ、そのせいで政治も混乱している、さらに対外債務も後々きつくのしかかってきそうだ、まあ、こんなことで、えー、単純に手放しですごいということでもないと。 ということなんですけれども、これらの条件が比較的軽度なところからすでに買われる兆候というのは出てるんですね。ですから実際にこの右の過剰書きにしてような流れというものが兆しとして出てくると、それらが牽引する形で立ち直ってくる面というのもある。あと、ユーロなんですけれども、ユーロも当時は発足したてのユーロが 2年の低迷を経て持ち直してきたということで、ある種、ヨロッンブームということになってるんです。で、ここもそれほど強くユーロが持ち直すという見通しを強調できるわけがないという、こういうことなんです。ですから、控えめに見ていくべきだということではあるんですけれども、可能性としてありえない展開ではない、一つのシナリオとして頭に入れておく十分な価値のある、 まあそういう展開なんだというふうに考えているわけです。ただ、この帰結として気をつけなければいけないのは、グローバルリスクオン。今回のコロナ禍で超金融緩和をして、これが最後、かなり極化していく、極端になっていくという場面になるので、その後、ですけども、2007年の後というのはご存知の通り、世界金融危機。 リーマンブラザーズの破綻を経験して、大変なショックに見舞われたというのがあります。ですから、こういう展開になった場合には、これは取りに行くというのが、まず投資家としての本筋にはなりますけれども、その後により大きな反落があるかもしれないということを念頭に入れながらの展開にもなるんだということは留意が必要です。ということで、世界投資への構え。 をお話をいたしますとまず1ドル120円に向かっていく世界というのはこれは日本の投資家から見ますとアメリカ株式など海外資産がまず値上がりしている状況であろうということが想定されますプラス円から外貨に変えることによる為替差益も得られるという場面なので、えー、海外投資非常に魅力的な場面ということになりますただリスクとしては アメリカでインフレや金利が思った以上にこれ、高く長く続くんじゃないかという話になりますと、この金利上昇を嫌って、株安になるリスクというものが出てきます。最近、アメリカの株が上がっても下がっても、あんまり為替は影響を受けてないというふうに思われるかもしれません。ただ、先ほど申し上げましたように、何らかのショックがあった時の一時反応というのは、リスクを減らす。 その時に持っているポジションを減らしてキャッシュにするっていう行動なんですね。115円から120円にドル円が向かっていくときは、世界の投機筋は基本的にドル買い、円売りを相当を持っているという状況になります。ここにショックが来ると、その巻き戻し、つまりドル売り円買いが従来よりも強く出やすいということになります。 ですから3月、4月、5月、まあ、このあたり、年後に向かって、えー、インフレが過渡的だという兆しが出ればいいんですけれども、出ない、むしろ強まっているというようなことになった場合には、株が急落する。まあ、それによって、例えば117、8円まで行っていたドル円が、112円、111円に一回振り落とされるというようなこともありえないわけではないということ ロジックを踏まえていれば、要は、早めに売り逃げて、そして下がったところからまた入り直すっていう、相場の上昇軌道をダブルで取っていくという、こういうチャンスにも転じることができます。ただ、これ、タイミングを誤ると、それによって株は下がってる。なおかつ、為替でもやられてしまっている。こういう展開にもなりうるわけですね。まあ、そうすると身動きが取れなくなる。ですから、こういう 株、金利、為替、こういったものをクロスで見て、そしてちょっときな臭いなというようなことを感じ取る、こういうアンテナを張っておく必要があるということになるわけです。そして、1ドル125円へ向かっていく場合ですけれども、これはおそらくアメリカのインフレがほどほどで、利上げのペースも緩やかになると。 こういうことですけれども、それによってグローバルリスク音が起こっている可能性というのが高まってくるという場合。その場合は、米国一極集中投資の見直しで、ヨーロッパや新興国はどうなのかなという再評価も強まります。実際、円安が進んでいる。そして、グローバルリスク音でいろんな資産が値上がりしているとなりますと、日本の投資家もかなり 世界当時、花々しく見えますから、ついつい乗り出したくなるという場面なんですけれども、同時にリスクを意識にしなければいけない。要は、コロナ相場、この超金融緩和相場というものが、いよいよクライマックスに来ているという可能性ですね。これが2022年中に終わるのか、23年まで長引くのか、あるいは24年がもっと深いリスクなのか。 これは現時点では分かりません。そこに行ってみないと分からない。そもそもこのグローバルリスクオン自体が現時点では取らぬたルのきの河山ようなシナリオの一つでしかないわけです。でもその可能性を円相場120円、125円ともし進んでいくんであれば、頭の中に入れて、いよいよ来たか。じゃあこの相場取りに行かなければ。まあ、こういうような発想になるわけですね。 で先ほど申し上げたように、これがクライマックスとすると、出遅れるわけにはいかないんです。えきちんと乗っていく。だけれども、買って値上がりしたことに喜ぶよりも、むしろこれがクライマックスであった場合に、どういうタイミング、どういう水準で売るべきなのかということを、より強く頭に入れながら覗くということが必要になってくるんですね。そしてグローバルに相場が反落するという場面において、 やはり125円までも進むようなドル円相場は、その巻き戻しで、円高側にずれてしまう可能性というものも強くなります。ですから、かなり強烈な資産価格下落と、それから円高による為替差損が出ると、こういうことなので、明るい話が度が過ぎれば、その後にはリスクが来るんだということを見ていく必要があるということなんですね。 まあかなり期間の長い話なんですけれども、もともとがこれから先、株価のみならずで、金利やドル、円、あるいは今日申し上げてきたような新興国等々も含めてですね、三つどもえ、四つどもえで相互チェックが必要になってくる。こういうパズルのような年になっていく可能性があります。単一のマーケットを見て、まだいけるなんていうふうに思っても、思わぬところから別の相場の 影響が出てしまうううとととといいこここも起こりうるということなんですねですから、こういう目線を変えて、今までのようにコロナ禍、金融相場で、で、えー、無邪気に日本調してアメリカ株だけ見てればいいという、こういう形ではなくなってくる、こういう年であるということを、ちょっと入り口としてお話をいたしました。 そして、この動画を YouTube でご覧になっている皆さんへ、田中大輔のマネーは語るは、楽天証券の投資情報メディア、投資ルって展開をしております。私の動画、それから過去の動画、そしてレポートも掲載されておりますし、他の専門家の方々の分析も多数、そこには掲載されておりますので、ぜひご覧になってみてください。そして、この動画、気に入ってくださった方は、 いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。